海高は海上自衛隊のミサイル艇、ハヤブサ型ミサイル艇の5番艇、艇名は海高に由来する。海高が託船艇、海高に次いで日本の艦艇としては2代目である。海高は平成13年度計画ミサイル艇828号艇として三菱重工業下野石造船所で2002年10月4日に寄港され2003年5月21日に 浸水、2004年3月24日に収益し、舞鶴地方大霊下の舞鶴警備隊、第2ミサイル停隊に編入された。2016年1月26日午後9時ごろ、下津島南西 120km を北東に、航行する旅子型駆逐艦、ハルビン、郊外2型フリゲート、遠台、東町型情報収集艦、天狼星、複製型補給艦、 広島港発見、監視した。その後、千島海峡を北上している。2016年10月18日、海上保安庁と合同で、不審船にかかる共同対処訓練を実施した。他に参加したのは、海上自衛隊から多用都支援艦、日内及び SH-60、軽症海ヘリコプター1機、海上保安庁から巡視船、ホタカ、 ボンバル300型航空機1機、情報共有訓練、共同追跡、監視訓練、回転翼機による、発着訓練、回転翼機による、燃料補給訓練を行った。2020年3月5日、海上保安庁と合同で、不審船にかかる共同対処訓練を実施した。他に参加したのは、海上自衛隊から SH-60、軽唱海ヘリコプター、 海上保安庁から巡視船、基礎及び越前、情報共有訓練、共同追跡、監視訓練、原子力発電所に向かう不審船への対処訓練、初着艦訓練及び救援訓練を行った。2021年4月6日、海上保安庁と合同で、不審船にかかる共同対処訓練を実施した。他に参加したのは、海上自衛隊からミサイル護衛艦、アタゴ、 ゴムボート及び SH-60、軽症海ヘリコプター2機、海上保安庁から巡視船、ホタカ、ボンバル300型航空機1機。訓練では、ゴムボートが、不審戦役となり、三浜原発方向に航行。これを、ボンバル300及び SH-60K が、発見通報し、海鷹が追尾、その後、ホタカに引き継ぎを行い、発行。 奇跡信号等により停戦させた。訓練中一連の流れは、映像伝送システムにより、開示本省、海保本庁に共有された。またこれら全般を、並走する、あたごから、開示、海保の幹部が視察した。2021年、停止人性塗装へ、塗装変更。その内容としては、煙突上部の汚れを目立たなくするための黒帯の廃止、看板号及び、 感銘の灰色化かつ、無鋭化、環境上の対空表示の消去。ウィキメディアコモンズには、海高に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。